情報敵接近。待ちかねたぞ地球人。敵吸収数多数。ケレス大臣でレッドファイブと戦った機体です。まずいわ。こっちはレスキュー用の軽装備よ。ゴールド4とローズ3は修理作業。他は敵を迎撃せよ。了解。急ぐぞタマキ。かわいい。パトリック、マジか。あの機体は私のラマタはあれだけだ。ザコは適当にやっておく。ブラックシックス迎撃します。楽しませてもらうぞ我がラマタよ。迎撃します。アンジュさん、やりやがってな。あの野郎、始まった。やめんじゃねえ。下がれ。あいつの目的はこの僕だ。邪魔すんな。逃げるな臆病な男。なら正面から向かってこいや。ブラックシックスが追いつけない。ブラックシックス下がって。機動力では勝てないわ。さっきからごちゃごちゃうぜんだよ。私に構うんじゃねえ。私のラマタとしては物足りんが、遺伝子を回収するまでもない。アンジュ、ライノスで出られたら僕も助けに行けるのに。援護射撃くらいしてやれないのか。砲塔のコントロールユニットが死んでいる。旋回できん。おい聞いたか、コウサギども、さっさと修理を終わらせろ。グズグズしてると後で説教だぞ。最後の一個、一斉のせい。よし、こっから先は任せろ。私に駆られることを光栄に思え。私はそれを待っていたのだ。早い。ここまでか。だがなかなか楽しませてもらったぞ。だから約束してほしいのです。何があっても必ず生きて帰ってくると。レッドファイブの形状が変わってる。いずる、なんだありゃ。また新しい暗証。レッドファイブのハーモニックレベルが過去最高レベルの数値だわ。そんな、信じられない。喜ばせてくれるということか。
レッドファイブの機体がリズルの操縦についていけてない。なんだこれは。機体が持たない。レッドファイブの運動能力は限界まで高めてあるのに。リズル、また修理完了。ありがとう玉木ちゃん。推進装置 OK。 よし、三次方向に貫通。砲塔を敵に向ける。そこまでだ。時間いるか。だがこれで楽しみが大きくなった。リズル大丈夫か。リズル、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 